宇和島藩。宇和島藩は、伊予国宇和島。現在の愛媛県宇和島市周辺を治めた藩。藩長は、宇和島城に置かれた。宇和島湾の西方、約28キロメートルの沖合に日降島と呼ばれる島があるが、平安時代は、海賊の創屈であり、藤原住友の乱では住友敗下の海賊が、根拠地としていた。もともと住友は、京都で県政を振るっていた。 藤原北家の出身で、藤原冬継の総尊、吉則のことされる、別説では、伊予の在地豪族高橋氏出身とも、住友は、中央で県制を握れず、伊予の国士として赴任し、最初は、海賊追悼と陳部で、一定の功績を立てて都に戻ることを許されたが、海賊行為が再燃したためき吉とともに、海賊陳部のために、伊予にいた。ところが、天二年、 1939年秋、住友は自ら海賊活動を開始した。住友は、ビ前助、藤原志向の花を削ぎ、妻を奪い、子を殺すなど応募を極めた。住友は、京都で出世コースから外れた自分と同じ境遇に、置かれた中級官人層を味方に引き入れて、最国に一大勢力を形成した。当時、関東では、平の正門が反乱を起こしていたが、 マサカドとスミトモは共同防御をしており、マサカドと共に京都を制圧した時には関白になる計画を描いていたという。これは遺説も多いが、当時東国の反乱鎮圧にも追われていた朝廷は、スミトモ海策を行い、スミトモは十五石下に除せられた。だがスミトモは、備中や淡路で海賊行為を行い武器などを強奪した。しかしマサカドが、平定サと、 藤原秀里により撃たれたため、朝廷は西国に軍勢を向けることが可能になり、次第に住友は追い詰められていく。天行四年、941年5月、住友は太宰府を攻めて占領したが、小野義古率いる朝廷軍の追悼を受けて撃破され、住友は伊予に逃亡したが、6月に立花園保に捕獲されて、息子の和太丸と共に斬殺され、 住友の乱は平定された。自称、樹衛の乱、源平合戦時には、兵士追悼で活躍した先行により、源義経が朝廷より、伊予神に任命されている。室町時代になると、室町幕府より、宇和軍は、藤原北家防流の伊予西恩寺氏の工業が、治行国主となる。戦国時代になると、大内義高、毛利元なり、大友総林。 土佐一条氏、長祖壁氏など周辺諸大名により、宇和島地方は侵略を受け、西恩寺氏はこれらの勢力と敵対と同盟を繰り返して存続した。長祖壁元地下の四国制覇の際、西恩寺君宏は宇和島で抵抗したが敗れて降伏する。その直後、豊臣秀吉の四国攻めにより元親は降伏して、土佐一国を安堵され、伊予は、 四国平定で功績があった小早川高陰の領土となり、南義杯は高陰の養子で伊母帝の修法に任され、家臣の持ち場右京が実際の支配を担当した。高陰は九州平定でも先行を立て、そのために筑前、筑後に新たな領土を与えられて違法となり、同じく九州平定で先行を立てた秀吉の家臣。 戸田勝隆が、イオース十万国、実際は七万国の領主となった。ところが、戸田は、高影と、違い過酷な統治を行い、元領主の西恩寺君広やい、関州寺、北欠ら西恩寺旧進を、ことごとく追放、後に、君広を暴殺した。戸田は、合戦には強いが、殺人を平気で行う狂人だったとされ、その統治では、一気がたびたび起きているが、 戸田はこれを鎮圧すると、藩との大量虐殺を行ったり、い島、宇和島城下で、殺人、強奪、強姦を行ったりしたという、ただし、清涼記による、客色説根強い。また、戸田暴君説を唱えているのは、芝良太郎である。ただし異説もあり、日振党の年寄りに対して、年貢を免除し、一期鎮圧後に、救上手に懐中策をしていること、 荒地の開発や紅花の栽培奨励とその買い上げを行ったりと、戸田なりに民生の安定と食産振興に尽力していた。戸田は、秀吉の朝鮮出兵が始まると、福島正則の副将格として出兵したが、この際に、宇和島地方の社児の名木、霊木まで伐採して潜在としたということから、暴君として非難されている。文禄の役では講和交渉を務め、 帰国中に、巨彩島で発病して、文禄三年、一五百九十五年十月教師し、死死がなく、戸田家は断絶した。戸田家が断絶した後、上郡良万国の領主として、秀吉の家臣、東道高虎が入った。高虎は六年を費やしていた島、上島城築城工事を行っている。慶長五年、一六百年九月の関ヶ原の、 戦いで高虎は、東軍、徳川方として参戦し、その功績により、戦後、徳川家康より、いよい治藩二十万国に数を違法され、板島、宇和島には、高虎の重帝、東道義勝が城代として置かれた。ところで、関ヶ原の直前、宇和軍松葉、現在の西吉宇和町の土豪、店六兵が、毛利寺本と通じて松場騒動という反乱を、 起こした高虎は鎮圧して支配体制を固めた。高虎は家康の下で順調に出世を遂げ、慶長13年1608年に遺説派22万国の藩主として加造違法された。慶長13年1608年9月15日、遺説派5万国の藩を主だった富田信鷹が徳川秀忠だから、 和軍十万千九百国を与えられていた島丸、串城市として入ったことにより、宇和島藩が立藩する。ただし、富田信孝の時代でなくだて秀宗の入部をもって、藩の始まりとする説もある。富田信孝の性質は、浮っ忠家の娘、直家の名、秀家の十枚である。この性質は、関ヶ原合戦で、毛利秀元軍相手に奮戦して、 敵兵数名を自ら突き伏せたと伝わる、女武者で有名である。ところがこの性質の兄とも弟とも伝わる坂崎、直盛が、老いの浮きた左門と対立して、事件を起こした。発端は、直盛には長愛していた微動がいたが、この微動が左門と密通したため直盛が激怒して、家臣微動を切らせたのだが、サモがこの家臣を切って蓄転し、おばに当たる信高性質を頼って、当時は、 津藩主であった信孝に庇護されたことに始まる。これを聞いた直盛森は信孝に、佐門を差し出すように求めたが、信孝がとぼけたために直盛森は激怒して、武力衝突寸前にまで至った。幸い家臣の還元があって止まるが、直盛森は、大御瀬家康と将軍秀忠に訴えて、佐門の引き渡しを求める始末だった。佐門は、信孝の下を自去して、日後熊本藩主。 加藤清正、日向延岡藩主、高橋元種の下に身を寄せた。この際に、信孝タ聖室は、延岡にいる左門に三百穀の米を送ったが、左門の家臣で行動を共にしていた、篠原坊が裏切り、信孝タ聖室が左門に宛てた書状を盗んで直盛に、帰参を願い、直盛はこの書状を証拠にして、再度、家康と秀忠に訴え出た。慶長十八年。 1613年10月8日、家康、秀忠同席の前で直盛と信ブ元種は対決し、直盛は勝訴した。サモン徳が勝訴の原因になったとされる。信ブ元種は改役となり、信ブは、欧州岩木平藩主、鳥居忠政預かりとされ、伊予に帰国することもなく、廃所に向かわされた。騒動の原因となったサモンは告示したとも、 残殺されたとも言われる。富武の海域に関しては、大久保長安事件による連座、宇和島の郷土資料では、富武の使用性掘り説工事による不正によるものとする説があるが、前者はともかく後者はかなり疑わしい説とされている。富武海域により宇和島は、幕府直轄領となり、幕府大官として、東道義勝が入った。富田谷中では、 宇和島を退去する際に、年組徴収のために困っていたが、倉前三千病を吉勝が貸し与えて残らず、退去させた。信孝は、寛永十年、0年1633年に、小名浜、現在の福島県岩木市において死去した。信孝の長男智之が、水戸藩主として、次男地義が七千国の幕府旗元として存続した。 宇和島市内における富田屋ゆかりのものとして、佐樹町と佐樹橋があり、これは、富田家家老の佐樹権之助の屋敷があったことからこの、町名と橋の名が付けられ、また、信孝正室の肖像画が、宇和島市大宮町、旧北町の新州大屋派最小三立正寺、河原寺に所蔵されている。なお、この立正寺は、南予最初の河原武器の寺院であったと伝わる。 慶長19年1614年12月28日、伊達秀宗が徳川秀忠より伊予宇和島藩10万国を与えられ、慶長20年1615年3月18日に伊達島丸久市場、宇和島城に入城したことから、宇和島藩が正式に成立した。秀宗は戦国の世に独眼流と称された仙台藩主、伊達正宗の所長子である。 秀宗ははじめ、政宗の生死であったが、天下の派遣が、豊臣家から徳川家に移り、また、政宗と、静室愛域との間に、忠宗が生まれたこともあって、秀宗はその立場が、問題になった。このため、政宗は、徳川家に秀宗の身が成り立つように嘆願し、大阪冬の陣で政宗と秀宗が共に、徳川方として従軍すると、幕府は、 政宗の先行と秀宗の忠義に報いるとの理由で、宇和島藩を与えた。宇和島藩伊達家は、仙台藩の師藩ではなく新規に国資格大名として取り立てられ、秀忠より、西国の伊達、東国の伊達と相並ぶように命じられた。ただし、幕府の有力とざま大名統制政策の一つで、伊達家を東西に分断し、また、豊臣家に近い秀宗を平家の四国に遠ざける。 必要があったため、ともされている。秀宗入府の時の家臣団は、米沢時代の、達て十七期の中から選ばれたものだったため、仙台藩とは直接関係がない成立だったが、仙台藩は、市藩と主張し、特に秀宗の時代は、揉め事が絶えなかった。なお、この五十七期は正宗が選抜したと言われる。うわ藩は秀宗が入部するまで短期間で、領主。 藩主の交代が続いたために疲弊しており、桜田元地下を侍大将、山や金よりを総武行として始まった藩政は、善と多難だった。現那三年、1617年頃にいた島丸、串城は、宇和島城と、板島も、宇和島と改名された。犯罪性は、非常に苦しく、秀宗は、宇和島入部にあたって、父の正宗から、創業資金として、 黄金三万両、六万両節ありを貸しており、それがこの頃に返済をめぐって反論が、紛糾することになった。三下は、仙台藩と正宗の関係を重視し、正宗院居領の名目で、毎年三万国を返済に充てることにし、現在4年、1618年には、宇和島城下の北口に、仙台藩の役所が置かれて、寛永12年。 1635年まで18年間3万国を返済に充てた。ただし正宗は、官営13年、1636年の死去まで隠居していないため、これは事実上上島藩領を仙台藩に分置したようなものであり、また、上島藩士の多くが原稿を余儀なくされることになり、この検索を行った参加は、桜田元力に大いに恨まれた。 また、秀宗も借金返済問題をめぐり、三家と対立するようになった。元那六年、1620年1月、幕名により大阪城石垣工事を担当することになり、三家と桜田は武行として、大阪に赴いた。しかし、工事の進捗状況の報告に関して、三家と桜田の間に祖語があり、桜田の残言で、三家は、 宇和島に帰国し禁止することになった。そして6月29日、秀宗の命令を受けた桜田一派により、三家とその、息子ら一族は殺害された。事件を知った正宗は激怒して、秀宗を感動し、さらに幕府に対して、秀宗は大うつけで、到底十万国を収める器にあらず、召し上げてほしいと幕府に願い出るほどだった。これに対しては、 秀宗政室性質の兄である、井い直隆と、土井としによる政治工作により収集されている。宇和島藩の藩政は、秀宗期に、ほぼ確立した。ただし、肝心の秀宗は、官は、十四年、千年、1637年に中部に、倒れ、実際の藩政は、次男で、軽視の宗時が担当した。なおこのため、宗時は、宇和島藩の第二大藩主とみなされることもある。 胸時は、自社造営、植樹、領内検知を実施し、この検知をもとにして、上名法を採用し、さらに家臣の治療を、従来の旧地性、地方治療性から、倉前性、弁言物支給に移行した。しかし、上皇2年、1653年に胸時は、創生し、弟の胸都氏が軽事となる。胸時の死後、 秀宗のご難で宗時と宗との異母帝にあたる、宗純が秀宗による三万国のおすみき、文地状を持ち出し、宇和島藩では、和礼騒動以来の騒動が起こった。これには、秀宗の宴席で幕府の宿老である、井い直隆、仙台藩の実力者、伊達宗勝を巻き込み、さらに、宗純や、配下の家臣らによる陰謀などもあったとされる。結局、直隆の説得により、 宗都氏が折れざるを得なくなり、総順に三万国を分置して、いよ吉田藩を創設した。だが、吉田藩領の主要部分は、肥沃な国葬地帯の上、飛び地を有していたために、宇和島藩との境界線が複雑になり、領地の貴族をめぐっての争いが絶えなかった。宗都氏は、吉田藩創設にあたり、皇禄の家臣を総順に押し付けるという報復に出た、ため、 両藩の反目は長く続くことになる。明暦三年、1657年7月に、秀宗は隠居し、宗ねが正式に、第二大藩主に、八月に、総順が正式に、いよ吉田藩三万国の初代藩主となった。宗ねの時代は三十六年間に及び、秀宗、宗時時代の統治を踏襲して、諸制度の整備充実を図った。この時代は、 後世の模範になったとされているが、一方で、日照り、落雷、洪水、大火、土砂範や吉田藩との境界線争いなどが相次ぎ、上京四年、1687年頃には、犯罪性が逼迫して、衣服や食事を粗末にし、元禄元年、1688年には後、可燃計画を立てるに至った。元禄年、1693年11月、 宗都氏は、総員に家督を譲って隠居した。第三代藩主主院は、仙台藩の第三代藩主、伊達綱宗の三男で、宗都氏の婿養子用である。元六九年、1696年7月、吉田藩分地で七万国になっていた宇和島藩は、高直しが行われて、再度十万国となった。ただしこれは、藩や商人で進めていた、新田開発や、 収穫のない新たまで加えて、無理やり十万国にしたようなものであり、しかも、幕府の不信薬では十万国格を負担しなければ、ならなくなり、湯島制度の増営等により、犯罪性はますます逼迫した。聖徳元年、1711年に、総院は死去し、三男の村年が第四大藩主となる。この時代には、看板図、飢饉、風水害が続き、 反殺の発行と被災者の救済、植林、植樹から難民の緊急雇用対策のための土木事業、倹約令、人材登用など様々な反省改革が試みられたが肝心の村年が教皇20年、1735年5月に31歳で休止した。第5代藩主村時は村年の子で在任60年間の長期にわたった中高の祖である。 官方三年1743年に倹約令を発し、反省改革に乗り出した。学問、武芸を奨励し、官営元年1748年に、藩士と庶民教学の藩校、内徳館、後の明輪館を開いた。また、木老を藩の重要産品とし、紙を専売とした。さらに農政改革をはじめ、博打や公職の禁止。 役職勤務の見直し、風俗強制や、社止の禁止から、租税改革など大規模な反省改革を行った。これらの改革は成功したが、天命の大基金により藩は深刻を極め、疲弊した藩では、一揆や村方騒動が相次ぎ、その最中の完成6年、1794年9月に村時は死去した。なお、 村時死去の前年に、吉田藩で紙の先輩をめぐって、武左衛門一揆が起こり、一揆の解決に、宇和島藩が当たっている。第六大藩主には、村時の小村琴武が就任し、有能な藩士の登用、倹約令と、歳出抑制、商品作物栽培や養蚕等による、歳入拡大、被災民救済などを中心とした、藩政改革を行った。 だがこの時代にも風水害が8回、干ばつが1回と天災が相次いだ。また、文化9年、1812年には萩森騒動と呼ばれる財政再建をめぐる重心の意見の対立から民情事件は発生している。さらに、文化5年、1808年夏に井上忠孝が宇が上島に入って測量を行っているが、 この井上一行の接待は幕名によりかなり大行に行われ、宇和島にかなりの負担をかけ、藩も領民も富士の出費に大いに苦しんだと言われている。村小時は文化十四年1817年から病気により、京市の宗忠に反省を代行させ、文政七年1824年に隠居して、第七代藩主には宗忠が就任した。 胸忠も5か年にわたる倹約をはじめ、写真の禁止や文学の奨励、産業の振興と統制、人材の育成などを中心とした反省改革を行った。胸忠は、長男と次男を早くに失い経史がなかったため、旗本山口家の出身で、祖父、山口直樹が村時の次男だったことから養子に迎えられることになったのが胸なりである。胸なりは、 前藩主からの食産工業を引き継ぎ、さらに、西欧化を推し進めて、布国強兵政策を取った。高野長英、村田増六、後の大村松次郎を採用している。また、幕政にも関与し、福井藩主、松平春学、土佐藩主、山内陽道、薩摩藩主、島津成明と並び幕末の四健康と称された。成明を除く他の健康同様、 いい直おによる安政の大国では、将軍軽視問題で、一つ橋に組みしたために隠居禁止を余儀なくされ、第九代藩主には、胸忠の三男で胸なりの養子の胸乗りが就任した。ただし、宇和島藩政の実験は胸なりが大半を掌握し、胸忠がそれを補佐し、胸乗りは飾りに近い立場であった。また胸忠、胸なり、胸乗り三代の藩主祭子に活心と、 奥女中がついたため、犯罪性はさらに逼迫することになった。桜田門外の変で、いいが暗殺されると宗成は、表舞台に復帰し、公明天皇に排滅して国事に奔走した。以後、宗成は、幕府と朝廷の間を渡り歩きながら、幕末を駆け抜け、母親戦争では新政府の議定、新政府軍参謀兼務に任命されたが、徳川義信が朝敵になると、 殺長の陰謀であるとして、山内陽道と共に議定を辞任した。以後、宗成は、非戦中立の立場を取った。これは、犯罪性が枯渇し、町人や農民から献金を募らねばならないほどであり、また、市販の吉田藩主、伊達宗隆、宗成の実定が砂漠派として行動したため宗は、その説得に当たらざるを得なくなっていたためであった。だが、仙台藩十三代藩主、 伊達義国が、奥越列藩同盟の名手となったために逆賊になると、遠石にあたる、義国の養子は、胸なりの次男、宗圧思想は、仙台藩孫族に奔走し、死者を送って、降伏を進めるなどした。明治時代になると、胸なりは、海外事情に通じていたことから新政府の、外国係、外国事務総督、外国官知事となった。明治四年、 1871年4月、宗成は全県大使として日清修好条記の締結に当たった。7月14日、廃藩地県により、上島藩は上島県となった。なお、藩主家は明治17年、1884年、家族に列せられたが、宗成の功績を評価され、公爵となった。これは、奥越列藩同盟に連座し、 原法を受けた結果、白尺止まりとされた仙台本家を上回る。上島藩は幕末においては、宗ただ、胸なりら藩主の存在が大きいが、その一方で、上島藩が、明治政府で有力な藩伐を持てなかったのは、上島藩が、幕末において、流血沙汰がほとんどなかったためとさている。薩摩、長州、都斎いずれも、藩内構想や、 東爆戦争で多くの藩主を失っているが、宇和島のみは、胸なりの強力な指導力のもとで反論が、統制されて脱藩者も数名ほど、対外戦争でも常に中立を保つなど平穏を保ったため、とされている。宇和島市は、第二次世界大戦の空襲が、愛媛県内最多の、京急会と、市内の大半を消失する被害を受けたにもかかわらず、 藩主の遺書書など膨大な資料が残っており、宇和島市などが分析、整理に当たっており、まだ終了していない模様である。仙台市市、通詞後金星さんによると、その後は緊密化したが、三代藩主立衆院が、仙台藩主家から直接でなく陪身石川家を経ての養子縁組だったり、時代立村年が仙台藩に伺いを立てながら、藩政遂行したので、かえって、 仙台藩から低く見られるようになったため、関縁元年に村時が同名別家を主張する本末争いが起こった。堀田正助の仲裁で仙台藩以外で家本と家別れという関係を交渉することが許可されることで決着したが仙台藩では相変わらず罰家扱いの上仙台藩公式記録、地下記録に非に親しく交わりたまうといへども 影には互いにむつまじからずと記すレベルに関係は冷却化した。秀宗は遺言により、伊つを総順に三万国を分治したが、それによって、宇和島藩は実質的に七万国となり、純国主大名から上主大名に転落してしまうため、この分治の正当性をめぐり、長期にわたって、係りが続いた。最終的に、宇和島藩は元禄九年、 1696年、三代藩主、伊達州院の時に、神殿開発を理由に7万国から10万国への領地国高修正を幕府によって認められ、その代わりに吉田藩の正式独立が認められ、決着した。10万国への国高修正は認められたものの、宇和島藩の実高は7万国であったため、さらに神殿開発や産業振興に努めたものの、 宇和島藩は疲弊した。一方、吉田藩も、この独立を機に、和島藩と友好関係を結び、実質上、和島市藩的な存在に変わっていく。宇和島藩は成立当初から財政が苦しかった。豊臣時代に、戸田、東堂と変わり、さらに、徳川時代に、富田、幕僚と目まぐるしく交代したためであり、そのため領地は著しく疲弊していた。このため、 仙台藩から3万両とも6万両とも言われる、借財をしたが、その返済、さらに、吉賀文治による3万国の喪失とその後の、公示騎士による10万国の国高復帰とそれによる、幕府武人の負担増大などあり、宇和島藩の財政は日の車であった。歴代藩主による、藩政改革も打ち続く天災などで効果が見込めず、幕末になると、胸ただ、胸なり。 胸のり三代のトロイカ体制のために、さらに財政支出は増大し、幕末には、犯罪政は、領民からの献金でやりくりする始末であった。胸なりは、財政難打開のため、安政三年、1856年に、宇和島に物産型役所を設置し、特産品の開発製造販売に取り組み、朝鮮人参の栽培、寒天の製造、藩内の産物研究に取り組んだ。 蒸気船に興味を示す宗成は、これからは石炭が重要になることも見据え、福岡藩から技師を招いて、石炭の埋蔵調査も行っている。物産方は、老、茶、銅、肥料、海藻など多くの品目を扱ったが、いずれも藩を潤すほどの実はあげられなかった。宇和島藩には法術に6つの流派があったが、宗成は最新の法術を導入し、 これを読んでとして一元化した。また宗成は古来より軽率の武器であった鉄砲を下級、上級を問わずに習熟するように命、弓組を鉄砲組に改変した。宗成は何度も軍事訓練を繰り返し、大砲の死者を自らも行うほど熱心だった。また軍隊を様式化し、重隊をイギリス式、包帯をオランダ式にした。宗成は 造船技術にも熱心に興味を示し、採掘士の吉蔵、前原匠山を用いて、長崎に留学させるなどしている。宇和島藩では、安政2年、1855年と明治4年、1871年の2回にわたりブレー打ちが起こっている。前者は藩名による直々のブレー打ちであるが、後者は日本最後のブレー打ちと伝わっている。 安政二年の件では、獅子戸幸太郎という武士が差し料を奪われそうになり、何とか守ったが鞘を奪われたために面目を失い、藩の助けを得て、元助、神兵という犯人を討った。獅子戸の腕は、かなり未熟で、何度も切りつけて、ようやく打ち果たしたと言われ、見事と申すほどには、これなくとある。明治四年の件では、胸忠の側近、須藤頼明が、 百姓牛松を切ったとされるもので、再起橋で須藤と牛松が出くわした際、酔っていた牛松が、須藤の通路を塞ぐいたずらをした。このため須藤は注意したが、牛松は相手が若侍とメンバーしたため、野地馬が集まる前で牛松を一等のもとに切り捨てた。ちなみに、ブレ打ち禁止令は明治四年、1871年8月17日に、 出されているため、日本最後のブレー打ちとも伝わっている。戸様、十二万国、1608年から1613年。1613年から1614年。戸様、大広間、国四角、十万国七万国、1614年から1871年。十、秀宗の次男で生死であった、宗時、十五位した。 左京助を二代としている資料、大武官なども存在する。伊予吉田藩は、明暦三年、1657年7月21日、宇和島藩の初代藩主、伊達秀宗の伊豆を、総順が本家より三万国を分治されて立藩した市藩である。三河国の吉田藩と区別するため、伊予吉田藩と呼ばれた。藩長として、 現在の愛媛県宇和島市吉田町立ちまじり御殿内、旧北宇和郡吉田町に、いよ吉田陣也が置かれた。この三万国分地の経緯については、諸説ある。秀宗は宗順を長愛しており、父、正宗が死去するまで支出していた、隠居領三万国を宗順のために分地した、と一般に言われている。一方で、二人の兄が、 相次いで創生する中で四次となった三男、宗都氏を妬たんだ宗純が、仙台藩の伊達宗かつ、正宗の十男で秀宗の異母帝と共謀し、秀宗の遺言書を寄贈した、とも言われている。当時の秀宗の病状は悪く、筆を取るのも、ままならない状態であったとして、宗都氏は不審の念を呈する書簡を、仙台藩、第二代藩主、伊達忠宗に送っている。なお、 宗勝は、後の伊達騒動の首謀者として断罪されていることも、一向に値する。結局、彦根藩主、井伊直孝の仲裁により、三万国分地は果たされたが、吉田伊達家と宇和島宗家は、領地の貴族をめぐってしく対立した。両藩の確執は、元と左藩浪人の身から、吉田藩の家臣となり、戦縫を振るった、山田忠左門をめぐる一件、山田騒動に。 仙台が手家の指示で、上島藩が介入するまで続いた。以後、吉賀藩に対する上島藩の発言権は大きくなった。第七代藩主、宗元は、上島藩主、村ことぶ吹の子。第八代藩主、宗高も上島藩主、宗なりの実定で、いずれも、養子として、藩主となっていることか、この事件を機に、上島藩に従属し、市販的扱いを受けていたと考えてよい。 強法の大基金では大被害を受け、二万七千国の損失があった。さらに、幕府の区役負担などにより財政は苦しくなる。このため、吉田藩は重税を敷いて、さらに生死を千倍化するなどしたが、このために、完成五年、七百九十三年二月に、吉田藩最大の一揆である、武左衛門一揆が起こり、藩は百姓の要求を受け入れて、生死の千倍を取りやめた。 完成六年1794年11月13日には、藩校、時間堂を創設し、森大道を登用した。幕末は、第八代藩主、宗高が、実刑、宗成と不仲だったことから砂漠派として行動し、兄の仲介で新政府より許されている。明治四年1871年7月14日、廃藩地権の断交により、 9位を吉田藩領を管下とする、吉田県を設置、総合3万国、現意市1万4730国。同年11月15日、第一次府県統合により、吉田県を廃止、同時に、旧宇和島県、旧大須県、旧新谷県と合併し、新たに、宇和島県を設置、本町、宇和島、市町、大須。その後、上山県を経て、愛媛県に編入された。 漢文2年、1664年に、宇和島領の、北灘、小茂淵、下葉、南君、上白、川夏、木木津、広葉と、吉田領の、二郎丸の内中の川、野辺、野野、長野市、金久市、影平、町立浦の枝が交換されている。戸様、柳館、陣屋、三万国。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。